皆様こんにちは大紀元ニュースです中国政府と国連が先日中国の電子商取引大手アリババの本社からほど近い中国甲州市に国連初のビッグデータ研究所を設置する協力意向書に調印しました専門家はこれを中国が国連の看板を利用しグローバル監視網を拡大すると懸念しています アメリカ政府が中国への情報の流れを制限する中、ニューヨークの国連事務局は北京と協力して世界規模の合同データハブを中国国内に構築する予定だとボイス・オブ・アメリカはウォール・ストリート・ジャーナルに最近掲載されたハドソン研究所の研究員クローディア・ロゼット氏の寄稿文を引用して報じました。 同計画は国連の持続可能な開発のための2030アジェンダの一環であり国連加盟諸国のデータを分析するための研究センターや中国の偵察衛星を利用する地理空間情報の研究センターの設立を含みます。2019年6月に中国国家発展改革委員会の副主任寧吉哲氏と国連の劉新民 事務次長らが上海で同計画の協力意向書に署名しました中国の元外交副大臣だった劉氏は現在国連経済社会局の局長を務めています2007年以降中国政府の高官が同局の局長の座に就いています習近平国家主席は9月22日の国連のビデオ演説の中で 中国は国連の地球規模地理空間情報イノベーションセンターと持続可能なビッグデータ国際研究センターを開設すると同合意を宣言しました。地理空間センターは浙江省特政権に作られる予定であり、ビッグデータ研究センターは地理空間センターから車で1時間もかからない公州市に作られる予定となっています。 国連と米中の億万長者らの関係進化は世界支配を目指す中国共産党の野望に沿うものだとハドソン研究所のロゼット研究員の言葉を同報道は引用しましたロゼット氏はまた今ではすでに全世界で膨大なデータを独自に収集または勝手に盗み出している中国が国連の指示を得れば 加盟国からのデータ取得が容易になる国連のデータ収集の基準づくりにも影響を与えるハイテク技術を利用した中国の全世界を対象とする技術的独裁の企てが一段と容易になるだろうと警告しましたロゼット氏はさらにアントニオ・グテーレス国連事務総長は昨年中国の一帯一路構想を国連の持続可能な開発目標と本質的につながっているものと称賛しました。 また世界銀行国際通貨基金 IMF を含む何十もの国連関連機関が同構想を支援するための合意書に調印しておりうち4つの機構は現在中国人トップによって運営されていると国連は中国によってすでに取り込まれていると指摘しました雑誌「北京の春」の栄誉編集長である古平氏は 人権問題で悪名高い中国を人権委員会に入れるなど国連の多くの行動は笑い話だと批判し民主主義国家は国連以外の新たな同盟を構築する必要性が強まっていると主張しましたアメリカニューヨーク大学の法学者である久平氏も国連のビッグデータセンターの構築における中国の苦境は世界の信頼を 勝ち取れないことだ中国はプライバシーの侵害やこれらのデータを利用した権威主義体制の強化言論の自由を抑圧しないなどの保証ができないからだ」と指摘しました。